ニューアムステルダム、ニーアムステルダムは、オランダ植民地時代のニューヨークの名称。1660年、マンハッタンは、ニューアムステルダムの一部だった。地図の右方向が北になる。1609年、アジアに通じる北西航路を発見するため、オランダ東インド会社に雇われた、エイジン、ヘンリー・ハドソンが発見した。当時、アメリカ大陸の全容は未知であり。 アジアに通じる北西航路があると信じられていたため、東インド会社が探検隊を送ったものである。ハドソンはハドソン川を遡り、流域一帯をオランダ領ニューネーデルラントと宣言した。ハドソン川の名はハドソンの名にちなむものである。その後、オランダ西インド会社の管轄に移され、ビーバーなどの毛皮が取れるハドソン川流域の植民が行われた。ニューヨークは、 オランダ人が25ドルでインディアンから買ったという話は単なる伝説のようだが、1626年頃、ハドソンガー下流のマンハッタン島南端にオランダの植民拠点が建設され、ニューアムステルダムと命名された。ニューネーデルラント植民地の主流となったニューアムステルダムは1653年に正式に市の資格を与えられている。当時は、 運河が張り巡らされた土地であり、また侵入者に備えて防壁が随所に築かれた。1664年、英軍が侵攻してきたため、オランダ総督ストイフェソンとは無抵抗で降伏した。第二次英乱戦争を終結させたブレダの和訳で、ニューアムステルダムを含むニューネーデルラントはイングランドに割上され、チャールズ2世はこれを弟のヨーク公に与えたので、 ニューアムステルダムはニューヨークと解消された。これがニューヨークの起源である。その後、第3次エイラン戦争中の1673年にオランダが一時脱海しニューオラニエと解消されたが、1674年のウェストミンスター和訳でイギリスに再度引き渡されニューヨークに再解消された。ありがとうございます。